ました。コメントいただいて。いきます。よーい、スタート。はい、カット。いや、久々のね、楽しい。もう最高。最高ですね。くの字がいいんです。じゃあマックスだと。難しいですね。ジョニーでーす。どうですか、早起きは。眠いです。何時起きですかね。4時過ぎぐらいです、ね。起きました、はい。元気ですね。はい、元気です。朝から今日は何回落ちたんですか。4、5回ですか。4、5回落ちられたんですね。はい、4、5回落ちました。おめでとうございます。なかなかうまくいかなくて。そう、どの辺が。腹筋がプルプルしてました。腹筋がプルプルして4回も落ちると、はい、そうですね。アニーダマートだと思って AD って書いてみるとか。なるほど。結婚考えて深めっちゃ深何日が違うの。いや、すいません、好きな人の名字とか人名字と自分あ、でもそれいいかもね。ちゃんと見る AD AD だ、 G じゃないんだって思って、なんでだろうみたいな。いや、最高に嬉しいですね。結局この1年間ずっと私はインディスハウスの音源を聴き続けてたっていう感じです、もうそれぐらいやっぱり大好きな作品だって思ったんですよ。本当になんかやってる時もそうだったんですけど、なんか、まあ、1年っていうかやってない間もなんかこの作品のメッセージがいろんな日常の場面で、あ、こういうことかなとか、なんかこうふと思い出したりとかっていうのが、ね、すごい多くて。なんで笑ってるの。すごい真面目に。いや、そうだって、ね、私ちょっとインディスハウス愛が強すぎて、お客様にもこの今回の2回目の作品、新しくジョニーで川原さんも入ってくださってるし、なんかもっと多くの方たちにこの作品が届いたらいいなってすごく強く思います。なので頑張ります。楽しみです。先輩大きいっす。先輩大きいっす。ちっちゃいから。このね、この感じなんですね。確かに。そう。ちっちゃいの、私が。久しぶりに大好きな皆様に会えて、すごく楽しい撮影でございました。インディスハウスの再演。やっていいんですか。インディスハウス。インディスハウスは、もう本当に私にとって特別な作品で大好きな作品です。でも大好きだからこそ怖い作品でもあります。初演ではあの時の私で精一杯ルイーサを演じました。でもやっぱりまだ足りてない部分があって、終わってみるとあの時もっとこうできればとか、もうそういう反省点が次々に湧いてきまして、昔の自分を超えられるように頑張りたいと思います。一度もご覧になったことがない方もぜひ一度私たちの世界へ見にいらしてください。見に来ていいんですか。インディスハウスということでお待ちしてます。はい、家だよ、あなたが。で、ここの2人はちょっと手つないで、なんか話すわけじゃないけど、ちょっと顔見たいです。今初めて並びました。はい、初めて並びました。どうですか。どうですか。なんか恥ずかしいですね。私も恥ずかしいです。いや、でもすごいこうジョニーっぽいこうぽさがね、こう。まだジョニーっぽさをしっかり僕自身が理解できてないので、そこはしっかり、はい、作っていきたいなと思ってます。ジョニーおしゃれですよね、私服。ありがとうございます。ジョニーお父さんに買ってもらってる。あ、そうですね。自分で買ってるの。こちらの方に用意していただいてます。あ、用意していただいてる。はい、ジョニー警官で、割と男っぽく見せてはいるけどって感じですよね。あ、そうなんですね。川原一馬で言ったらいいのか、ジョニーで言ったらいいのか今分かってないですけど。いや、私もすいません、なんか分かってないんだけど。
ってごめんなさい。徐々に進化してね、ちゃんとジョニーとして多分立てるようになると思うので、はいはい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい家族です。新しい家族です。本当にね、よろしくお願いします。ルイーサ役の入江加奈子です。ヘンリー・アーデン岸井ゆうじです。いい声。アニー・フリードキンの渡辺久美子です。ジョニーダマート役の川原和也。ダマートイタリア系の初演で終わった時からこの時を待ちわびておりました。まあ、作品的にはね、役は10ぐらい上の役をやっているので、これから10年やりたいぐらい本当に大切にしたい役と作品なんですけど、まあ、とにかくもう一回ルイさんに会いたい、ヘンリーさんに会いたい、アニーに会いたい、新しいジョニーに会いたい、私の可愛い後輩の川原ジョニーに会いたいという思いでいますけれども、まあ板さんにももちろんね、またこの世界に飛び込めることを本当に楽しみにしてますし、それを本当に多くのお客様に本当に見ていただきたいという思いがもう強くてしょうがないです。まあいろんな作品この1年でやりましたけど、やっぱりこの作品に対する愛情みたいなものは格別に強いですね。楽しみにしてます。よろしくお願いします。ここで一度やってみてもいいですか。はい、はい、はい、じゃあお願いします。用意スタート。どんな未来なら僕らは傷つけ合わずに済んだのだろう。インディスハウス、最後の夜、最初の朝。